東京都知事選挙の告示まであと2週間、投票日まではあと1ヶ月となりました。石原知事が進退を明言していないこともあり、選挙の構図は今も見えていません。自民党、民主党は今も候補者選びを進めています。2つの政党の動きをまとめました。いよいよ明日期待してください。いつもと変わらず淡々と質問に答える石原知事、明日進退を表明します。党勢の転換はもはや待ったなしだと、お金の入らないありがとうを求めていこうと。東京リーダーシップ、首都圏チームワークであります。今月24日告示、来月10日投開票の都知事選には、これまで元参議院議員の小池晃氏、飲食チェーン前会長の渡辺美樹氏、神奈川県知事の松沢重文氏らが立候補を表明しています。そんな中、自民党、民主党は対応に苦慮しています。石原知事が進退を明言していないのが大きな理由の一つです。私は来年からも辞めるからね、これからかどうかわからない、審査員に残しておいてくれないからな。石原知事は先週4日、イベントの挨拶で引退を示唆しました。自民党などはこれを引き止めようと出馬要請を重ねています。今の日本、東京とのことを本当に考えて、再度東京のリーダーシップを取っていただきたいという、ぜひね、出馬してほしいと。国会議員、都議会議員、業界団体、自治体の首長や区議会議長、次々と石原知事を訪ね出馬を求めました。しかし、なかなか新宿の頑固親父がですね、頭を縦に振らんのですよ。漫才も困るし、居酒屋も困るし、他県の知事も困るし、なんとかせにあかんと思っておりますが、もう少しご猶予いただければと思っております。これに対し石原知事はなんか、説得しなくちゃいかん重荷を負ってるみたいだけども、親子の関係と政治家の関係違いますから。石原知事が出馬しないとなると、自民党は告示までのわずか2週間でポスト石原選びを迫られることになります。都議会の自民党の中では、神奈川の松沢知事に対する反発がかなり多かったと。自民党都連は石原知事の後継と目されている神奈川県知事の松沢氏について支援しない方針を確認しました。最後の直線コースだ。都連の幹部はそう言って石原知事への出馬の働きかけを強めています。候補者選びが難航しているのは民主党も同じです。残念ながら今日の段階で最終決定というところには至っておりません。その背景には党内の混乱があります。ある意味民主党が誕生して最も厳しい局面にあると、そう言ってもいい。党本部は独自候補擁立を次第に断念せざるを得なくなってきました。都連も共通した考えです。おそらく共産党さん以外のすべての政党が独自の単独推薦の候補者というのを出すという環境にはどうもないようであります。流れはすでに出馬表明している候補者を応援する方向へと向かっています。しかし党内の意見はなかなか一致しません。今のところ立候補を表明している人に対してはそれぞれ意見が違うんで、今それを調整中だと。都議会からは渡辺美樹氏を、連合東京からは松沢重文氏を推す声がそれぞれ上がっているほか、都連の選対委員長を務める長島昭久議員は自身のツイッターに松沢氏を応援すると書き込みました。このような中、党としての最終決断の期限は迫っています。今難航してますけど、一人当たってる人がいるんで、その人の営利努力やっていきたいと。擁立作業、終わったわけではありませんし、
まだ候補者が出揃ってはいないと思ってます。民主党は石原知事の決断を待って、これまでも水面下で要請を続けてきた新党改革の舛添要一代表に外遊から戻り次第最後のお願いをすることも検討しています。石井選対委員長は最終判断は候補者が出揃う14日か15日と話します。今外国に行ってる人もあるし、名古屋の結果も出るし、それからそれ以外の人で立候補されると言ってるような人がまだ最終決断をしてない人も2人ぐらいありますからね。最終的には自主投票の可能性も示唆します。独立候補擁立を断念するか、あるいは今立候補の意思のある人々の誰かを指名してそれの支援体制に入るか、あるいは自主投票的な形で、そこまで介入しないか、選択の余地はたくさんありますから。民主党は今週末都民に向け意向調査を行う予定で、その結果も判断の一つにするということです。混戦が予想される都知事選、明日石原知事の進退表明という山場を迎えます。東京都知事選挙の投票日まで今日であと1ヶ月となりましたが、石原知事がこれまで態度を明らかにしていないので自民党も民主党も対応に苦しんでますね。そうですね、最大の原因はやっぱり選挙戦の行方を大きく左右する石原都知事の去就ですね、はい、で私は石原知事の態度表明はあまりに遅すぎると思います。確かに厳密な意味での選挙戦は告示日以降ですが、政策などを都民にじっくりと説明し他の立候補予定者との違いを明らかにするための事実上の選挙戦は党にスタートしてよかったはずです。しかし石原知事の態度保留で選挙戦はスロースタートとなりました。ただもちろん現在のすっきりしない状況は石原知事だけの責任ではありません。各政党とも候補者探しに終始してしまったことも問題です。東京の今後をどうするのか、議論は後回しになっている感は否めないと思います。選挙の主役は立候補者と都民の両方です。どのような東京を目指すのか、そのためにどんなプランがあるのか、分かりやすく具体的に都民に説明し他の立候補予定者と論争をしてほしいと思います。ただこの選挙で都知事が必ず決まるというわけではないんです。立候補者の顔ぶれ次第では票が割れて再選挙になる可能性もあるという声が関係者から上がっています。はい、ではこちらをご覧ください。まず公職選挙法では選挙の結果法定投票数に達した候補者が選出されなかった場合選挙をやり直すとあります。はい、都知事選挙の場合はこちら有効投票数の4分の1以上を獲得した候補者が出なかった場合というのがそれにあたりまして、選挙管理委員会が当選人なしと告示して異議申し出がなければ50日以内に再選挙が行われます。はい、都知事選挙では、前例はありませんが、はい、こちら東京都選挙管理委員会の発表によりますと選挙人名簿登録者数はおよそ1070万人で、前回の投票率 54.35% を参考にすると知事当選には有効投票数の4分の1でもおよそ144万票が必要となるんです。まあ、ただその顔ぶれ次第とは言っていますけれども、何より早く候補者に出揃っていただいて政策論争をして有権者がこの人というふうに見極められるようにしてほしいですよね。そうですね、そうなりますとやはり現職の知事がどうするのかというところが一番のポイントになってくるんだなというふうには感じます ね、都議会最終日の明日その石原知事が注目の去就について発表の予定です。